おはようございます。3月30日第279回コモナカワイ金魚ラジオになります。もう3月もあと2日、年度末ということで、まあ、なかなかバタバタしそうな皆さんそんな感じだと思うんですけど、まあ、お店もネガポスさんが休みなんでネタがなくてちょっと、金魚屋さんネタがね上がらないんで、土屋さんも行きたいんですけどね、ちょっとタイミングがなくてなかなか行けたなくて、明日行けたら行きたいなと思うんですけど、ちょっと難しそうだなっていうところで今悩んでる感じですね。昨日なんか炭系がね豊田会長のところで2腹取れたっていう話で、はい、もうスタートしてしまいましたね。これから忙しくなる、どんどん忙しくなっていく方向だと思うんですけど、こっちはまあなんかメスがね卵を持ってなさそう。オスは多分結構やる気満々なのいっぱいいるんですけど、ともメスの腹触ると全部硬くて、そんなに出てないんで、これは多分ちょっと無理だなって、ちょっとうちはピークを超えたってるのかもしれないですね。なんでまあ無理なく、まあ、サラサワ菌が外に出してるんで、そっちがねもうちょっと暖かくなってきたらいけるかもしれないんで、うちはのんびりやっていこうと思います。まあ、搭載もすでにちょっとだいぶ大きくなってきてるんで、そっちをねガツガツこなして大きくしようと思ってるので、そんな感じですね。で、あとは昨日がその仕掛けるところのタイミングで動画のやつ上げたんですね。まあ、一応あんな感じで豊田会長やってますよっていう程度の説明もそんなに細かくは言えないんですけど、まあ、温度をかけて、ね、網敷いて、で網の下に入ったように重りを設けたりとかね、そういうような感じでやってて、まあ、ビシッと あれですね、作られてる感じ でどれぐらい数産んだのかちょっとね聞いてないんで分かんないんですけど、まあもう大忙しになってしまうんでしょうね。まだ2腹だから全然あれでしょうけど、こっからねどんどん取るんで、多分10腹以上取ると思うんですよね。とんでもない、日常がやってくるんじゃないかなと思うんで、あまり連絡をしないようにしないかなと思ってます。忙しくてね、大変なところでとどめを刺してしまうと、魚にも、ね、影響が出てしまうと思うんで、そしてちょっと僕はまだ相変わらず、花粉症がひどくて夜中起きたりね、すごくて、今日も朝から頭がぼっとしてて、なんか回ってない感じですね。早く本当花粉の季節が終わらないと、自分の体力も削られてしまうので、今年は薬が全然効かなくて、薬が良くないのか何なのか分かんないですけど、昨日は本当死んでましたね。一昨日の夜、昨日の朝方からずっとダメですね。なんでずっとぼーっとしてます。なんでまあちょっと気をつけないといけないなと思っています。で、あとその昨日の夜の載せた動画の後半に水替えをした直後の一群が載ってるんですけど、ちょっとフィルターをね1個増やして水の汚れがあんまり目立たなかったんでね、2日間変えなかったと珍しく。でもなんかやっぱ泳ぎがおかしいなと思ったら、水替えた直後に泳ぎしてたんで、やっぱり水がね、まあ過密なんですぐ悪くなっちゃうんですよね。水替えっていうのはすごい大事だなって、やはり思うところで。まあフィルターね、ふんこしっていうイメージでしか僕は使ってないんでね。まあこの規模、本当に60センチ水槽に1、2匹だったらいけると思うんですけど、ちっちゃいのがね。でっかいのがいっぱい入ってたらもう、ふんこし以外の何物でもないよねっていう。ところになっていってしまっているので、まあ、そこはちょっと考えてうまくやっていかないといけないですよね。なんで本当、ね、ちょっとしたあれで魚がね様子が全然変わってくるんで、やっぱり毎日見てるのって大事だと思います。一瞬しか見なかったらね、なんか人が来たから避けてんのかなぐらいしか思わないんで、でもやっぱりなんかずっと下にいるから水か病気か、病気出たかなと思ったら病気じゃなかったみたいなんで一安心なんですけど、はい、なんで今はね元気に泳いでるんで、
この感じならもう大丈夫なのかなっていうふうに思います。ぼーっとしてる魚もいないんでね。で餌探して、まあ、浮き江に戻したからやっぱ上に来る魚が増えましたよね。であとはね、餌の質問に伝えされたんですけど、あの2回朝晩あげてるっていう感じなんですけど、まあ、朝晩がそのロングタイムで僕あげてるので、2回っていうよりは何回って言ったらいいのかちょっと分かんないですけど、餌の食い具合を見ながら追加する時もあれば追加しない時もあるしっていうので、30分から1時間のスパンぐらいでその中でちょっと餌をやり続けてみるっていう感じですね。あの状況を見ながら、また水の汚れとかも加味して、なんで一概に何回っていうのはちょっと話は難しいと思うんですけど、はい、あの魚を見ながら魚が食い切れる量をあげてます。で逆に餌をバッとあげて水を汚す方向ってわけじゃなくて、餌をあの何回もこまめにあげて、餌を食い切ったらあげて食い切ったらあげてで食い切んなくなったところでストップするって感じですよね。まあ、食い切んなくなるまであげることはほぼないですね。あのずっとくれくれ言ってるんで、だもうこんぐらいでいいでしょうっていう感じで止めます自分では。まあ、そうしないと残った餌でやっぱり水が汚れてしまうしね、まあ、あと本当に食いすぎるとやっぱりあの、まあ、多分死ぬ可能性が特に高くなると思うので、まあ、多分死ぬほどはうちはあげてないんですよね。なのでまあやっぱり痩せるときはすぐ痩せるし、だどっちかっていうとまあ確かにこっちの60の方が太ってる気がしますね。上げてみると60と2軍の方は太ってる気がするんですけど、1軍は思ったよりボヨンとしてのあの背中が腰のあたりにちょっと赤くなってるやつぐらいですかね。あいつ以外は結構みんな締まってるんですよね。あんだけ食ってるの意外だなと思います。まだ伸びる方向にそのエネルギーを使ってるのもそうですね。あとは泳いでるからですよね。狭い船とはいえこの中をずっと泳ぎ続けているということで、まあ、エネルギーを使ってるのかもしれないですね。なんでまあ不思議なものですけど、でオスの水槽の方はもう餌はちょっとメスより少なめにあげてるんですけど、やっぱりだからスリムですよね。みんなで結構やっぱ泳げちゃう広さなんで、魚の数もあっちの方がね、もうちっちゃいし少ないんで、ああまあオス自体がスリムっていうのもあるんでしょうけど、まあ、その辺も含めてで、ああ結構痩せてきたなって思うんで、ただあんまりやると思ったら水替えも大変になるんでね、オスの方はそんなに伸ばす必要ないかなと思ってるんで、オスは様子を見ながらそこまでがっつり上げないで、メスはがっつり上げてっていうのをやってます。そんなようなあの、まあ、魚とそのあれに応じてちょっと自分なりに変えてるだけなんでね、あのベストではないと思うので、うちではこれがいいけど、ね、そちらでは違うんじゃないのっていうふうに思うんで、まあ、なんていうんですかね、餌の量とか、まあ、魚を見ながらっていうのが一番いいんじゃないですかね。魚が求めてるのか求めてないのか、ね、っていうのをやってます。うちはだから結局食い切らないけど無理やり食わしてる感はなくて、お腹空いたからもっとくれっていう感じですね。うちはずっと、ね、餌が浮いて残ってるっていうのはほぼないようにしてるん で、 残って10、まあ、30分くらい浮いててもいいって言うんですけど、俺10分程度で残ってたらもう回収しちゃうんですけど、でもそこまで上げてないですね最近は。なんでまあ本当魚を見てます。とりあえず一番やばいのはその魚を見てしまうと他のことが、ね、進まなくなってしまうので、魚を見すぎて危険なんですけど、まあやっぱりよく育ってるなって思うと、ね、見たくなってしまうんですよね。まあ、見てて飽きないから、まあ、よっぽど好きなんでしょうねっていう感じでやっています。なので、皆さんも、まあ、魚をねよく見るっていうことを大事にするのがいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。まあ餌ね、あのその日の、ね、天気だったりなんだりで今日はあげないよって言っても見てた方が、まあ、毎日見ることによってね本当何か違うなっていうのを感じ取る力っていうのが
すごい出てくると思うんで、とりあえず、ね、ちょっとでも見てね、で何かおかしいことはないか、そういうのをね、見続けた方がいいと思います。まあ、そうすることによって、本当異変が起こった時にすぐ対処できるっていう。でその対処は早ければ早いほど、これはいいはず、今は間違いないんで、まあ、見つけたらすぐ対処ね、っていうところでやればいいと思います。なんで、魚と向き合って、楽しく、人魚生活を送っていただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで今日はこんな感じで終わりにします。ありがとうございます。